皆さんこんにちは、キャスタイス TV の小林です。原田です。はい、今回はですね、はい、皆さん大好き、はい、鉄壁鉄壁です。大好き、鉄壁なんですが、はい、まあ鉄壁をですね、はい、まあ出してきて、はい、まあ、あだこうだ言ってもですね、はい、知ってるよと、はい、分かってるよというふうに言われてしまうので、はい、まあ、今回の企画としては、まあ、鉄壁 VS 他の単語帳。なるほど。だから鉄壁にかなう他の単語帳ってあるのかってことですよね。はいはい、まあ、 うちにもありますけども、はい、この鉄壁ですね、はい、で一応ここと何を戦わせるんですか。はい、今回はですね、まずはシスタンのですね、うん、プレミアム、はいはい、これね、こちらを戦わせようと。ちょっと表紙がね、はい、ちょっとなくなってしまったんですけども中身はちょっとそうなってますね。はい、続いてはですね、まあ、やっぱ鉄壁、先ほど あのレベルの高い参考書だと思うので、うん、こちらですね、速読英単語の上級編、はい、はい、これね。そしてまあ、その今度はあの鉄壁分厚いじゃないですか。うん、じゃあその分厚さに対抗して、ですね、単語を、ね、をちょっと紹介していこうかなと思います。はい、はい、まあ、どの参考書も知名度は高い、はい、そうですね、高いですね。うん、一応多分、はい、まあ、ちょっと表紙がないから、表紙でもあれだけど、はい、シスタンのプレミアムが多分一番知名度低い、はい。あ、そうかもしれないですね。まあ、シスタンやってる人は知ってるかもしれないけど、うんうん、はい、まあ、単語とか、速読英単語上級編の方が、まあ、どうだろうね、有名かもしれない。ただ、うん、今はやっぱりこの鉄壁がですね、難関大志望者には、うん、ね、もう非常にこう定評があって、そうですね、特に、まあ、東大、京大、はい、あとは医学部志望者、はい、まあ、あとは一部の、ね、英語が難しい大学を受ける方はですね、はい、かなり使っていると思うんですが、うん、ただ世の中にはですね、まあ、アンチ鉄壁の人もいるんですよ。いますね、はい、だからこれじゃ、これ嫌だと、はい、どうしてもこの鉄力界 の、うん、あの本を使いたくないという人もいるので、はい、まあ、いるかもしれないので、はい、まあ、ちょっと今回は比較を、ね、はい、して、まあ、どうなのか、鉄壁どうなのよって話をちょっとできればなというふうに思います。はい、まずはですね、各参考書ですね、の軽い紹介をちょっとしていこうかなと思います。うん、まずは鉄壁の方からいこうと思います。出版社に関しては、まあ、まあ東大指導専門塾の鉄論会が出している参考書となっております。うん、まあ、出版社は一応角川なんですけど、はい、こちらですね。で、単語帳のタイプですね、中身どうなってるのかっていうと、まあ、テーマ別の構成となっております。うん、単語を、まあ、長期にわたって記憶に残すために、まあ、セクションごとにテーマを設けまして、その中に単語を、まあ、位置づけているという中身となっております。じゃあどんなテーマがあるのかっていうと、例えば構造構成、うん、時間、そして思考認識値、これで一つなんですけど、うん、思考認識値など、こういったテーマで、区切られています。はい、続いてはシステム英単語のプレミアムを見ていこうと思います。出版社は、まあ、こちら駿台文庫さんから出ているものとなっています。はい、単語帳のタイプとしては、語源型ですね。語源を軸に、まあ、単語を覚える形で、まあ、ある程度語彙力ある人が、まあ、やるのがいいのかなというようなタイプですね。うん、続いては速単の上級編見ていこうと思います。出版社が Z 回ですね。まあ、一応速読英単語の必修編の、まあ、次のレベルと位置づけております。で、単語帳タイプが、まあ、長文タイプとなってまして、まあ、長文を通して単語を覚えていくような形となっています。うん、まあ、意外にこの長文タイプの単語帳数少ないのがポイントかもしれないですね。そうですね、一応はただ、はい、あのなんか一般的な単語帳の部分のページもあるので、はい、そういう使い方も一応できはするということですね。はい、最後にですね、単語を見ていこうと思います。うん、出版社がオーメソッド出版社ということで、あまりちょっと聞き慣れないかもしれないんですけど、うん、単語帳タイプが、単語列挙型ですね。うん、まあ、ターゲットと同じような、まあ、単語ひたすら並べられている形となっております。うん、まあ、自助的な使い方もできるんですけど、なかなか個性の出し方難しいかなっていうようなタイプですね。そうですね。まあまあ伝統的な単語帳には一番近いタイプですね。はい。はい、続いて値段を見ていこうと思います。まずは今回鉄壁 VS ということなんで、はい、まずは鉄壁見ていこうと思います。高いんだよ鉄壁は。はい、そうですね、鉄壁は2268円ですね。これ一応税込みなんですけども、はい、2268円となっております。じゃあその他見ていこうと思います。まずはシスタンプレミアムの方ですね。こちらが1728円。あ、意外に高いね。高いですね、薄いのにねという形ですね。うん、続いて速単の上級編が1296円、うん、 そうだもんね、そして単語が1404円と、うん、まあ、ここら辺がベーシックなんじゃないかなと思いますよね。そうですね、まあ、単語帳って大体1000円ぐらいなイメージなんだけれども、ね、はい、まあ、値段で言うんだったらやっぱり速読英単語とかが、うん、まあ、なんていうのかな、こう妥当なイメージかなというふうに思います。まあ、鉄壁はね、まあ、当然分厚いから1000円っていうのもあるんだけど、はい、あのね、こういうなものってあのいわゆるこう学術的な専門書と一緒で、はい、レベルが高いのって数が履けないでしょ。あ、なるほど。だからちょっと値段高めに設定しないと、ちょっと採算取れなかったりするっていうのも、もしかしたらあるかもしれない。
で、まあ、鉄壁がね、はい、これがまあ2000円っていうのはまあどうなんですかね、はい、どうなんですか実際、うん、まあ、まあ別にね、いくらつけようと構わないけどもね、うん、一応僕もあの本を出版してるんで、うんうん、そうですね、まあ、まあでも厚さで言ったらね僕は負けてますから、うん、文句は言えないかなというふうには思いますけども、まあ、ただやっぱちょっとやっぱ一般的には高いよね、はい、やっぱ高校生の、ね、高いですね、が使う、ね、単語帳という意味ではちょっと高いかなっていう気はしますけどね、はい、続いてページ数見ていこうと思います、まあ、先ほどのその鉄壁の値段はやっぱりページ数に反映されていると思うのでちょっと見ていこうと思います。鉄壁に関しては666ページやべえな。そうですね、あとちょっと頑張ればロイヤル英文法、そうですね666ページ、うん、それに対して、その他のですね、まずはシスタンプレミアムが298ページ、うん、そう薄いんでしょうね、はい、で速単上級編が、別冊込みで452ページ、うん、あ、なるほどね。そして単語が488ページと、まあ、この中で単語が一番多いのかなという印象ですね。そうですね、はい、だからやっぱ一番コスパが悪いのはシスタンプレミアム、はい、ページ数だけで言ったんだよ別に意味ないけどこの比較は ね、 そうですね。ただやっぱり圧倒的に600ページ超えということで、はい、ね、システムの2倍以上あるし、ね、速読英単語の上級編とか単語よりも100ページ、うん、150ページ以上多いということなので、うん、まあまあまあ2000円ちょっとかもしれないけど、はい、まあでもそれぐらい高いものもあるのかなっていうようなイメージは、はい、だんだんついてきましたね、うん、はい、っていうのがあっても、まあ、重いですよね、重い、まず重いね、だからまずこれ運びたくないもん、確かに運びたくないです、ね、僕受験生だったらまあいいですね、はい、続いて、はい、単語数見ていきます。こちら見出し語の数でちょっと見ていこうと思います、うん、まずは鉄壁ですね。鉄壁が、3106号という形となっております。でこの3106号の内訳ちょっと見ていこうと思うんですけど、まずは、まあ、最重要、重要、難単語、この3段階で見出し語が分けられています。でこちらの最重要がセンターレベルですね。そして重要レベルが国公立2次、そして難単語と位置づけられているのは、まあ、難関大というような形となっております。それに対して、まあ鉄壁 VS その他の、シスタンプレミアから見ていきます。こちらが1856語となっています、うん、まあ、語源がまあ一つの特徴でもあり、まあ、単語ではないんですけど窃盗じゃその設備字っていうのが、一覧となっての、うん、あの入っております。そして続いて速単上級編では、901語ですね、これとは別に、まあ、多義語のコーナーとして100語が別にあるというような形となっております。で単語語に関しては、まあ、2202語というような形となっております、うん、はい、まあ、ページ数に大きく影響を与えるんで単語数っていうのはね、はい、やはり鉄壁がダントツ多いのかなというふうに思います。まあ、単語語でも、まあ、結構2000語ってことでね、うん、まあ、ターゲット超えをしてるんで、はい、まあ、結構でかいなと思うんですが、それでもそれをさらに1000語ぐらい、ね、上回ってるということ で、ね、はい、非常に、まあ、分量としては多いのかなというふうになります、はい、やっぱり速読英単語とかシスタンとかも、まあ、その普通のレベルがあるじゃないですか、はいはい、速読英単語必修編とか、うん、システム英単語も普通のシスタンもあるし、はい、下手したらその下にこうベーシックとか、ね、あの基礎編みたいなのあったりするんで、あのそういったところがまあなく、まあ、一冊でドカーンってやろうとするとやっぱりそれぐらいになっちゃうのかなってイメージですね、はい、続いて例文があるのかというのを見ていこうと思います、はい、まずは鉄壁なんですけど、一応あのここら辺にも出てると思うんですけど、うん、一応三角というような話させていただきました、うん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 、なぜかというと、まあ、全ての見出し子に、まあ、載っているわけじゃないというところですね、まあ、イメージとして、まあ、すみません肌感覚なんですけど 50-60% ぐらいの単語に、うん、まあ、見出しあの例文がついているイメージですね。続いてそれに対してシスタンプレミアムが一切なしというような形となっております、うん、そして速単上級編には、まあ例文というか長文が載ってるので、まあ、カバーリングしてるとは思うんですけど、意外に実は別冊に今はその例文載ってるような形解説みたいな、はい、載ってますね、うん、で単語に関しては基本的に全ての見出し語にあの例文がついてるような形となっております、はいはい、まあ、単語の意味を単純に覚えるだけじゃなくて、あのどういうふうに使われているのかとか、はい、あとはまあ覚えるときに、まあ、ちょっとこうなんかコロケーションじゃないですけど、うんうん、あのまとまりでね覚えた方がいいっていう意見もあるので、うん、はい、まあ、こういうのが載っているとちょっとまあお得感はあるかなと思います。ただまあ結局その例文で暗記していくのかどうかっていうのは使い方によるので、うん、まあ、じゃあシスタンプレミアムが完全に劣ってて、うん、例えば他の単語とかが確実に優れているのかというと、うん、まあ、そうではないので、はい、まあ、使い方のまあ参考にしてほしいというふうに思います、はいはい、続いてイラスト説明があるのかという観点で見ていきました、ね、はい、でまずは鉄壁の方なんですけど、まあ、ここにも一応段と載ってると思うんですけど、うん、まあ、一応鉄壁には載っているというような形です、うんうん、ありますね。そしてシスタンプレミアムにも載っています、うん、ただ速単上級編と単語には一切載っていないというような形となっていました、ね、うん、はい、まあ、イラストはなくて
った方がいいかなというイメージですね。ただ、はい、なんか語源とかでやっていく場合は、はい、例えばこういうイメージとかね、うんうんうん、よく前置詞のイメージとか、はいはいはい、ありますね。例えばオブはこう接してるとか、はい、オンかオンは接してるとかだから、はい、なんか壁にくっつけてでもオンだよとかね、うん、あるじゃないですか、はい、オブはどうね、アズはどうとか、まあ、そういうこうイメージが湧きやすくするために、はい、まああったら、まあ、ちょっといいかなぐらいかな、うん、はい、そんなイメージです。はい、続いて Amazon の評価、まあ、こちら絶対じゃないんですけど Amazon の評価見ていこうと思います、はい、まずは鉄壁なんですけど星 4.4 というのが結構高いですね。高いね、はい、で続いてそれに対してシスタンプレミアム星4.5 なんですよ。お、高いね、はい、うん、そして速単上級円が 4.1、うん、そして、単語 4.0 というような結果となっております、うん、まあ、Amazon レビューはねその偏りもあるんで、うん、はい、じゃあこれで一番高かったシスタンプレミアムが一番いいかというと、うん、そういうわけではないと思うけど、はい、まあ、全部4超えしてるってことなんで、うん、まあそのね、使おうと思った人からの評価は、はい、まあ、それぞれいいんじゃないかなというふうには思いました。はい、はい、最後にですね、鉄壁についてちょっとお話を伺いたいなと思ってるんです、うん、よろしいですかね。はい、鉄壁って、まあ、3106語って先ほど単語あるって言ったんですけど、うん、それに加えてイディオムが1053も載っているんですよね。 それに対して全受験生がですねこの鉄壁を使うのがいいのかっていうのをちょっとお聞きしたいと思います。まあ、これはじゃあ僕の意見なんでもしかしたら叩かれちゃうかもしれないですけど、はい、僕ですね、はい、自分が指導する子に鉄壁を勧めたことが実は一回もない。あ、そうなんですね。一回もないんですよ、はい、なんでかっていうと、はい、僕鉄壁って非常に限定的な生徒が使うべきものだと。あ、そうなんですね。別にダメだというふうには思ってるわけじゃないですけど、はい、僕に質問をいただくのであれば、はい、僕はそういうふうに指導するっていう感じですね。なんでかっていうと、はい、まずねこの鉄壁でさっきも言ってくれたけどめっちゃ載ってるんですよ、うん、めっちゃ載ってますね。単語3000で、はい、イディオムも1000ぐらい載ってるんですけど、はい、結局どういうことかっていうと、うん、イメージ的には速読英単語とかターゲット1900ぐらいのレベルとプラス1000、はい、要は上級部分ぐらいのものが載っているというふうに思っていただければいいんですが、うん、そうですね、はい、進学校の生徒で、はい、まあ、そこそこ勉強が進んでいる子、はい、それこそ鉄力会に通っているような子は、うんうん、僕はやっていいと思います。なるほど。要はこの中にある単語帳を、はい、基礎の部分は多分ほとんどできるでしょう、はい、センターレベルで、はい、でまあ、もうちょっと1個上のレベルに関しても、まあ、6割7割ぐらいできるかもしれない、うんうん、まあ、あんまり苦手な子でも、まあ、4割ぐらいできるでしょう、はい、だからそういったすでに持っている知識を利用して何単語っていうのをカテゴライズして覚えていく、うんうん、例えば、ね、さっきも言ったけどその例えば今パッと開けて同情嫉妬とかさ、うんうん、感情とかね、例えば悲観楽観とか、ね、意味解釈とかね、うんうん、なんかそういったものでこうまとめて覚えていくっていうのができるんですよ、はい、なんでかっていうと基本的に自分が持っている知識に紐付けて覚えていった方が覚えられるんだよ、うんうんうん、知識。なるほどなるほど。だからもともと知識がたくさんあるようなその進学校で勉強がまあまあ進んでいるような子は、はい、これを使ってもいいかなというふうに思います、はい、ただ、はい、僕が言わせてもらうと、はい、じゃあそういう進んでいる子がセンターの、ね、うん、こととか全部分かってるのにもう一回これやる意味あるのって、ああなるほど、はい、思っちゃうね、はい、だって別にこっちとかさ、うんうんうん、システムプレミアムでもいいしね、単語でもいいんだけど、そこの難しいとこだけ抜き出されたもので回した方が早く回せるんですよね。だから例えば高3ぐらいから単語帳手つけるんだったらこれやるよりもそういった上級編とかやった方がまあ効果的かなという気はします。で別にこれってこの子に書いてある単語が死ぬほど出るとかってわけではないので、うん、はい、まあそうですね、あんまり別にこれをやる必要はないかなという印象があります。で逆にそうじゃない子ですよね、はい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 、もうちょっと苦手なレベルからスタートしている子に関しては、うん、そもそもセンターレベルとかが怪しいんで、うんうん、センターレベルの単語帳やった方がいいです。やっぱりだって皆さんもじゃあもうめっちゃ極端な例を言いますけど、はい、じゃあここに載ってるね、さっきちらっと見えたけど、じゃあワクチン、ね、はい、っていう単語と、はい、じゃあ皆さんルックとかウォッチとかどっちがいっぱい出ますか。まあルックとかウォッチですね。で、はい、ね、ゴーとかさ、はい、まあ、ゴーはもう分かるけど、でもさ、そういうことなんですよ、うんうん、いっぱい出る単語にいっぱい触れる方がいいわけですよ。あ、なるほどなるほど。でそもそも結局英語ってそのポンって出てきて、はい、なんだっけなこれ、あそうだこれだみたいな、うんうん、そんな暇ないわけですよ。確かに入試本番だよね、はい、もうパッパパッパって分かっていかなきゃいけないんで、はい、そのもちろんこの鉄力会の覚え方がダメだと言ってるわけではないんだけれども、うんうん、やっぱりこう
英語がパッて出てきたらもうコンマ何秒とか、うん、1秒かからず意味がわからないと、はい、読解に入れるわけがないんですよね、うん、だから結果的にはもうそのもうスピーディーにこうどん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 日本語が出てくるというか、うん、意味が取れるようにしていかないといけないので、はい、そういう意味ではやっぱりいきなり難しい3000プラス1000、4000に挑戦するよりも例えばターゲットとかを、うん、まあ、とりあえず回してね、なるほどです、うん、すぐもうパパパパパって答えられるようにしちゃった方がいいのかな、うん、で逆にでもターゲットできる子だったらそれ次をやればいいんで、はい、じゃあわざわざこれに戻るのかっていう、うん、難しいないんですよ。だからここ、でもちょうどいい子もいるのね、はい、ちょうどいい子もいるんだけど、だちょうどいい子って自分でなんかうまく学習を進めたりするのよ、うんうんうん、だから進学、僕が言うような、はい、こう進学校でまんま進んでて、あ、鉄壁使ってもいいんじゃないって思える人もいます、うんうん、いるんだけど、そういう子って自分で結構型を持ってて、はい、もうその自分、あ、僕速読なんでとか、僕シスタンなんでとか、うんうん、そういう子いるんで、そうすると別に、あ、じゃあそれでやりなって感じになるんで、うん、そうすると別に無理やりやらせないんで、はい、だからそんなに僕進めたことがないんですね、鉄壁、はい、だから別に悪いもんじゃないですよ、うんうん、すごいその単語帳としては革新的なんだけど、うん、多分すごい限られた、なるほど、そう、その本当に東大とか医学部を順調に受けていくような進学校の一部の学部、それこそだ本当に哲学界が作った単語帳だなって感じなんですよ。なるほど。だからこう普通のね、今の学力でここから逆転効果を狙おうとか、はい、あとはまあ早いうちから受験勉強始めようって1年生、うん、2年生の子は他のものやったり、うん、なるほど、だからそれこそ僕の結構心情として、うん、結構いきなりターゲット1900やらせないんですよ。あ、そうなんですね、はい、1400やれて。あ、そうなんですね、うん、だからやっぱり基礎的な単語抜けたら意味ないんで。そうか、なるほど。だからもういかにそのだから入試って間違えちゃいけないものを間違えないからなんですよ。なるほど。そう、ま、みんながわからないものはわからないんで、それをもちろんそのいかに推測してうまく解いていくかっていうのが最後、はい、点数を分けるんだけど、うん、その手前でみんなが分かってんのに自分だけこの単語知らないとか、はい、そっちの方がよほどやばいんですよ。しかもその方がカバーするの楽なんですね、うんうんうん、みんながわかるかわかんないような単語を追い求めて大量に暗記していくよりも、みんなが絶対に知ってる単語を絶対にわかるように 100% にするって方が簡単なんですよ、うんうん、しかも教材もいっぱいあるし、はい、だからそういう方が僕は受験戦略としてはいいと思うから、そんなに鉄壁は進めます。なるほどですね、はい、これもう3000語載ってるから、まあ、基礎とまあ応用線2000線あって、そうそうそう、まあ、誰でも対応できるから、そういうわけじゃないんですね、うん、そういうわけじゃない、気をつけなきゃいけない、気をつけなきゃいけない、本当進学校何度も言って申し訳ないんだけど、うん、はい、それこそ進学校の子とかで例えばもう入試モードに入ったら、うん、もうひたすら勉強ができる、何時間もかけてこれ取り組み、うん、だって普通に考えてさ、皆さんどうやって普段英単語勉強してます？どういうことですか？例えばさ、はい、こういう風に、まあ、速読英単語でもいいけどさ、はい、じゃあ1日何セクションやるとかさ、やりますね、まあ、僕はね、もう一気に回せって言うんだけど、はい、まあ、でもそんな難しいなってなってさ、1日じゃあ、何十ページかやろうってなるじゃん、うん、例えば1日さ、10ページとかだったらこれ2ヶ月近くあるんですよ。確かに、ありえないでしょ。ってことはやっぱり1日30ページ40ページやるのが当たり前、うん、できれば50ページ60ページで1週間で回して、それをゴリゴリに回していかなきゃいけないってなったら、やっぱりそれだけのやっぱ基礎力とか、うん、勉強時間確保できるとかってあるんで、まあとりあえずいきなりこれやりましょうっていうのは、まあちょっと、うん、向いてない人もいるかなと思います、うん、はい、まあもちろん結果的に受かりゃ何でもいいんでね、ずるさえしなければ、うんうん、別にこれやってもいいと思いますけど、あの僕がですね、あくまで小林がおすすめしますかと言われたら勧めないケースも多いですということです、うん、はい、ただ別にあのこういうふうに動画にも撮ってますし、非常にやっぱりそのエッジの立った、うん、まあいい本ではある。やっぱり僕も僕の受験生時代はなかったんですね、うん、この本出てから、はい、僕この本で勉強したかったなと思いました。やっぱり、うん、やっぱいい本だと思う、うんうん、やっぱなかなかこういう風にねまとめてくれてるとこなかったんで、うん、僕もねこれ使いたかったなって気持ちにはなりましたけども、うん、まあ、やっぱ実務上ですね、はい、そんなに、まあ、僕はおすすめしてないということですが、はい、全然別に使ってもいいとは思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、はい、今日は鉄壁 VS 他の単語帳ということだったんですけど、はい、やっぱりこう網羅感で言うとすごいね。そうですね、網羅感は半端ないですね。網羅感はやっぱり鉄壁一番かなって気はしちゃうんだけども、はい、まあ、ただ他の単語帳もね結構頑張ってるんで、うん、はい、まあ、僕なんかは結構速読英単語の上級編なんかは1000語ぐらいにコンパクトに上級単語がまとまってるんで、うんうん、僕結構これ推しなんですよ、うん、僕も使ってました、それ。そう、僕も使ってました、はい、まあ僕の時鉄壁なかったんで、はいはい、なので皆さんはいかがでしょうか、うん、好きなものを使ってみてください、はい、というわけで本日の動画以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。